2017年茨城県知事選挙は2017年8月27日に投開票が行われた茨城県知事を選出するための選挙。2017年茨城県知事選挙は現職の橋本政の人気満了に伴う選挙である。橋本が日本の現職都道府県知事としては最多となる7期目を目指し他選に反発した。 自民党が独自候補を擁立したため注目を浴びた。7千に挑む現職の橋本には、茨城県市長会、茨城県町村会、連合茨城、茨城県医師連盟などの団体が推薦を出したため、保守分裂選挙となった。民進党は、自主投票の方針を取った。この選挙は、改正された公職選挙法において、選挙権が二十歳から十八歳に引き下げられてから、 初めての茨城県知事選となる。知事選が告示された8月10日の立候補締め切り時点で3名が立候補を届け出た。出典投票率は43.48%で前回を11.74ポイント上回った。当日の有権者数は242万9326人で、投票者数は105万6280人であった。 候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金募集外教は以下のようになった。赤配率は未発表のため暫定計算とした。自民、公明の連立与党らが推薦したもと、IT 企業役員、大井川が全国最多となる7期目を目指した、現職、橋本に対して、わずか約7万票差で当選した。 得票率で見ると47.50%の大井川に対して橋本も40.85%の得票率という僅差の選挙結果であった。ありがとうございます。